今回は鶏だし汁の醤油ラーメン。無花鳥スープがうまい。どうも皆様こんにちは。ラーメンと生きる京都のおっさん、京都で松です。今回私ぶらついてきたのは中京区大宮。今日紹介するラーメンがこちら、ラーメン桜井さん。8月8日オープン。阪急大宮駅から徒歩2分。国産鶏 100% の無花鳥スープのラーメンが食べられるお店です。店内はカウンターのみの狭めのお店。私おっさんが好きそうな佇まい。メニューには醤油と塩の2種類、さらにチンタンとパイタンがあります。ラーメンでチンタン、パイタンってよく聞くと思いますが、チンタンはスープが濁らない透き通ったラーメンを言い、最近では淡麗という言葉を使われているようです。パイタンは逆に白く濁った出汁のことを言います。出汁の取り方が、チンタンは弱火で沸騰させないように、パイタンは強火でグツグツ煮込んで作られます。本日いただきますのは鶏だし汁醤油ラーメンダブルチャーシュートッピング。お値段が1250円。きらびやかに輝く鶏油の層がラーメンをとても美味しそうに演出している。今回は追加でチャーシューをトッピングしています。豚ロースと鶏胸肉がとても美味しそう。シンプルですが存在感のあるラーメンです。まずはスープをズズッと。醤油の旨味からの鶏の旨味、ほのかな塩味がスーッと入り、後から鶏の滑らかな旨味が口に広がる。あと醤油の味がとても複雑で、魚を使った醤油がブレンドされているのでしょうか。一杯では語りきれない深いスープです。麺はストレートの細麺。ツルツルっとした口当たりに少し柔らかめのもちっと食感。この麺をズズッと音を立てすすると、スープの風味が口から鼻へ通り抜ける。そしてチャーシュー、鶏胸と豚肩ロース、どちらも素朴な味がしますが、そこがまたうまい。こちらのスープに浸っているので、お肉本来の美味しさとスープの旨味がマッチしてとても美味しい。トッピングで量が増やせますのでおすすめです。もちろん麺と一緒に食べても、スープと肉の旨味と小麦の風味が合わさってとても美味しいです。ラーメン桜井さんの鶏だし醤油ラーメン、いかがだったでしょうか。あっさりした鶏の旨味に上品な醤油に包まれたスープ、美味しかったです。麺をすするとスープの風味も味わえ、バランスがいい。そしてチャーシューがうまい。肉の旨味にこのスープはとても合って美味しかった。それでは本日も美味しいラーメンありがとうございました。ごちそうさま。